3回言われたよ完全に覚えさすために。これぶっ壊してたらバレんじゃないの。どうする、全員行ったなら下降りちゃってもいいような気するけど。いや、いるじゃん。いない？あ、いるわ。大丈夫か？話しかけれないのかよ。めっちゃ宝開いてる。逆に外からは開けれんのかな。いや、中から外は開けれるよね。あの海賊船に入りたいわけだから、どっか止まってたよね、海賊船。あれだ。その暗号で入っていくって感じ。よし。たーかーラーアーリ、はい。声でわかるな声でわかるだろうっていうね。入れたぞ。まあどうせバレるだろうかな。うん、ピットじゃないか、生きてたのか。兄貴たちがお前は魔獣島の化け物通りにやられちまったって言ったから。でも生きていたんだな。そうか、お前オイラを慕って戻ってきたんだな。そんなにオイラの子分になりたいか。お前がいなくなってまだ一番下っ端になっちまったが、ここでこうやって留守番さ。みんな今頃タウラトでうまいもんでも食ってるっていうのに。でもそんなに子分に慕われちゃ兄貴として張り切らなくっちゃな。よし、早速例の試験をやるぜ。おう、前と同じように部屋の前にランプがぶら下がっているのが見えるよな。前はあそこにジャンプするときスイッチで上がっていく足場があったけど、今度はないんだ。つまりロープからロープにジャンプしないといけないのさ。ああ、はいはいはい。でもってゴールにはシャッターを用意しました。このシャッターはスイッチで開くけど、時間来たら閉まっちまうから、そしたら最初からやり直し。シャッターを開けるスイッチは前と同じとこになるから踏んでみな。時間内にゴールできたらさっきマジックスネタは爆弾でやるよ。しっかりやれよ。お、これが、え？一応押すボタンはあるんだよね。で、それを入る時間内に、これ渡りきるってこと？お。きついな。もうこれはもう自力でやっていくしかないのか。もうポンっていくじゃん。もうなんだろう、うまいことさ止めるとか向き変えるとかしながら。できるだけ下にいた方がいいな。ジャンプ力が上がる気がする。下にいて、もっと勢い増して、え？ダメ？まあ、そうだな。それ時間制限はあるわ。当たり前だけど。まあ、こればっかりはね、しょうがない。
さあ、ま、困った。さあ、困った。ルピーさ、200以上にならない？もしかして。そんなことない。200が限界？もしかして。200以上になってない気がする。よし、気に入った。で、ちょっと待って、ちょっと待って、止めて、下に下がって、まず、向きを変えます。あれ、向きって変えれる？ああ。いやあ、ギリギリ、いけた。えい、もうよし、よし、爆弾やるぜ、持ってきな。でもみんなには内緒だよ、絶対に絶対。いやあ、でも、かなりむずいぞ。もう一回できる自信が、正直。はいはい、ありがとう。こんな簡単に扱えるもんなの、爆弾って、はい、最高で30個持てる。担いで A で投げれる。置くときはある。ドカンと一発に気持ち。船で使うと大砲の弾として使える。アイテム画面を出して YZ。 ああなるほど。うわ、出た。やっぱり見てんだあいつら。それにしてもあんな塔が吹っ飛ばされてよく無事でやられたね。どうやらあの装備を装備をする妹はまだのようだね。大体あんたは無謀なんだよ。今だって留守番が下っ端のニコルだったらいいようなもの、他の連中だったらすぐに放り出されてるとこだよ。それはそうと爆弾を何に使う気だい。ひょっとしてあんたもジャブーの宝を。ジャブーはね、今あんたの島の裏の洞窟に隠れてるよ。でも入り口が大きな石板で防がれ、そうだな。だからそれを壊すために爆弾を今手に入れたんじゃないの。本番中にキリをつけたらあんたの勝ちってことにしてやる。もだもだしてたら明日の朝私たちが飲み込むからね。早く行きな。じゃ、ずっと夜活動、夜勤じゃん、俺ら。そう言ってたら、あの人話ができるのか。うん、そうだよな。それ見てるじゃん。海賊、見られてるよね。あれ、これ、GPS みたいなんで。なのによく、バレないと思ったな、っていう。まあ、主人公は寡黙だから、何も言わんけどね。出りゃいいのか。とりあえず、あいつのとこ行くか、死んとこに。てか、まだ俺ら船使えないんでしょ。この船で行っちゃダメなんだよね、多分ね。船盗んだらだ。それこそ、ね。どっちが海賊なんだって。船にセットして使えるとか言ってたけど、爆弾。使えないのかな、まだ。じゃあ行きますよ、一足お先に俺らは。赤獅子に会いに行こう。ちょっと赤獅子、聞いてくれよ。海賊より先に行けたってさ。よし、準備はいいよだな。あの娘が言うことが本当なら、海賊は朝にならなければ動かないやつだ。その間にジャブー様をして、真珠を授けてもらうんだ。さあ、行って、そこ。オッケー。行くぜ。ちょっと待てよ。方向、大丈夫。
俺らの島に行くんだよな。ブロロ島、ブロロ島。ちょっと待って。こんな遠いの？ブロロ島って。遠すぎ 遠すぎんな。まあ、風の歌でちょっと北東に風やろう。さっきの島かな、ポスト。テリーショップからのお知らせ。半期に一度のビッグチャンス。新商品の爆弾がドカンと入荷。今なら大特価セール中。一目でわかるテリーショップマップをどういたしますよ。近くのテリーショップ。ああ、海の上で移動する？はいはい。さあ、来たな。よし、戻ってきた。気がついたか？魔物を襲われて魚島に上陸してから時が止まったかのように夜が明けない。そうだね。ずーっとなんか雨の嵐。これがバル様に言われていた呪いなのか。なんだよ、夜が明けんなら海賊に先越される心配はないということだ。お前にとっては久しぶりの故郷の島だ。家族にやっておくのも悪くはないだろう。ジャブ様のことはそれからでもいいぞ。家族っつったってばあちゃんしかいなくない？妹いないんじゃなかったっけ？妹本当にラスボスまで会えないんじゃないの？わーい、故郷だって言ってもこんな嵐じゃなぁ。やばい、やっぱ200から超えないわ。このルピー。だからもう200いっちゃったら、とりあえず使っちゃった方がいいってことだな。バンバン。ちょっと待って、戻ってきたはいいけど、とりあえずどっか入ろう。ここだっけ、ばあちゃんち。来たぞ、ばあちゃん。戻ってきた。結構遠かったよ、ほんと。あれ？あら？いねえじゃん。お、いや。じいさん。アリのことなぜ黙って無茶しようって。お前が出ててこの島も物騒になってきてな。ところでお前、旅先に何があったか知らんが、少したくましくなったよな。疲れてんだよ、こっちは。おらおらおら。100回は多いわ、ちょっと。こっちだって疲れるもん。なんだよ、練習しに来るよ。それが、まあ、シオにとってもいいでしょう。自分が無事であることの証明にもなるわけだしな。元気であることの。なんだ。ああ、はい。こんなんなってたな、そういえば。あれ、赤チュチュ出てくるようなとこだったっけ？このモンスター出てくるようなとこだったわ。ばあさんに会いたいんだけどな。この嵐の中に帰ってきてもね。
夜に変なことばっかり起こしちゃって、どっかが寝てられないんだよね。この間なんかさ、見ちゃったんだよ、足がなくなる前に。上の妖精もの森の泉跡でぼーっと光る妖精みたいな大きな女の人が今の中にスーッと入るの。妖精みたいな人、上の妖精の森、じゃあ行こうか。なんかいろいろねえ、持ち物増えてきたから行けるでしょう。行けなかった、今まで行けなかったような場所も。あれ、どこだっけ妖精の森って。そっ、この森か。弱いっしょ。え、まだそんな序盤の敵でしょこれ。どうなの。よっ、わしがあの丘の上はどうぞ、あのブサイク岩の下にあるドライコニューに。おっと、思わず口しまって、暗いんだよな。ああ、爆弾ね。ああ、はいはい。この辺の爆弾、これ爆弾使えばいけるのかな。おお、やっぱり。え？いけない？ちょっと待って。これ壊せんじゃないんかい。ばあちゃんいたわ。寝てるのか。せっかく帰ってきたのにな。いや、これは絶対起こすべきだ。何をしてんのよ。なんかいるのかな、もしかして。壊れる気配がない。もう10発以上撃ってる。ようやくだな。狙う箇所が悪かった。下から撃っても意味がなかったってことかな。あら、あれ？一気にね、行っちゃった方が、上からね。
上から壊していく。そういうことか。さああと15発、なんとかなると思うけど、あとはあそこだけだ。まあ念のため一回渦にも飲み込めた方がいいかもな。よし、おお、そうこんな簡単に壊れるのかい。あ、そう。まずでっかい。お久しぶりでございます。こう無事で何より。はい、あのガノン軍が蘇ったようです。いえ、そうでありません。私が連れているこの者は伝説とは無縁のものです。ですがこの者を持つ勇気に私は可能性を感じました。なんか授けてもらえるのか。お、来た真珠。ほとんど何もしてないのに真珠もらえた。ネイルの真珠。はい。いやいや、あの不吉な雨と明けの夜はガノのかけた呪いだったんですね。やつはこの地をもう暗黒の地へ変えようと。心当たりはあります。ガノの呪いはジャブー様の真珠力によって解かれた。モスカーサがやった。ああ、よかった。お前に渡したマップに真珠を収める場所を記しておいた。その場所の全ての真珠を収めたとき、お前の本当の勇気が試される場所が明らかになるだろう。ジャブ様の一件が分かるようにガノンは我々の行く手に先手を打ち始めた。これから先は以前にも増して危険なことになるかもしれない。こう、なかりのないよう、あ、このブロロ島でやっておくべきことはしてますってことだ。だなぁ。もうしばらくまた戻れないだろうから。もう一回島に行ってみるか、じゃあ。お、でも嵐もなくなったからだいぶ見栄えも良くなった。とにかく朝やってきて明るくなればね、ちょっと島もね散策しやすくなると思うから。あと爆弾がねめっちゃ減ってるから補充したいっていうのもあるんだよな。絶対いるでしょ次のマップ。次のどこ行くかちょっと分かんないけど、さっきの吊り橋でねちょっと妖精のところに行きたいなって思います。ただこっからじゃなんだっけ、あっちからか。あとルピーをねもうちょっと消費したいなって思うんだよね。なんか買い物できないかな。別にもう200以上たまんないっぽいから。よし、いいか。久しぶりに来たな。
これか。あー確かに塞いでるわ。王政の泉やと伝説の勇者が戦いに疲れこの泉を訪れた時、泉の中により王政が現れ、その傷を癒したとされる場所。うん、それを壊すと。爆弾、まあ、まだギリあるからな。はい、近くまで持ってかないと。よし、まあ、うまく投げれないな。さあ泉の後、何これ。風を操る若者よ、あなたの冒険に少しだけ力を貸しましょう。なになに、モテるルピナ。ああ OK、 そうか、ついにそうか、200はおかしいなって思ったんだよな。センキュー。これを入れるってこと、空き瓶に入れるってこと。うわ空き瓶がねえや、使っちゃうかも。そうか、でこれで空き瓶になったから、そうか、なるほど、オッケー、そういうことか。まあこう弱ってるためにこういう、じゃあ使ってあげるか。ピット、ピットなのかい。ばあちゃん、その優しい笑顔をよく見せておくれ。私の可愛いピット。無事だったんだね。ピットや兄とか頑張ってね、ばあちゃん一人弱音ばかり入って。ほんとはばあちゃんの方がしっかりしないといけないね。あ、君の中にこれを入れておいき。特製スープ。はい。体力、魔法力は全回復。ダメージを受けるまで2倍の攻撃力。うわ、強っ。強いな、これは。なんかばあちゃんに会いに行ったら絶対これくれるみたいなのあればね。うん、確かにな、それがあると助かるね。ここに、島に戻ってくる気になるというか。じゃあ行きましょう、寄り道も終わったところで。あと、あれはでかいな。ルピー1000まで蓄えられるのはでかい。まあ、セットは爆弾でいいや。さあ、どこに行きゃいいの？ああ、はいはい。この地図に記したところに行けばいいと。はい。